はい、こんにちは、116ウィンズです。ザ・シーズンも9月に入りましたが、9月といえばそう、セプテンバーコールアップの時期ですよね。 MLB のロスターは通常26人ですが、9月1日以降は2人増えて28人が登録可能ということで、各チームのロスター変更も発表されたところです。少し前までは40人枠に入っている選手を全員登録することもできましたので、この時期はベンチが選手で溢れ返っている様子もまた風物詩でしたよね。ルール変更によって9月のロースター拡大が28人に制限されてしまったため、そういった光景はもう見ることができないんですが、コンテンダーのチームはシーズン終盤で疲労も溜まってきているブルペンや控え野手に人数をプラスする動きに出たりですとか、あるいはすでにプレーオフ争いから脱落したチームについては若手有望株をお試しで昇格させてみたりとか、チームによってその思惑は様々です。選手からすればこの時期はメジャーでプレーできるチャンスが通常よりもあるわけですから、セプテンバーコールアップの対象となった選手たちもまたアピールに燃えていることでしょう。で、セプテンバーコールアップもはやおなじみの光景となった気もしますが、メッツは今回のロースター拡大に伴って31歳の外野手テレンス・ゴアを昇格させました。ゴアは最近の MLB では珍しい足のスペシャリストで、起用ももっぱらダイソーに限られるというなかなか異色の選手としても知られています。ベースボールレファレンスのポジション表記もまさかのピンチランナー。NPB では巨人でプレーした鈴木隆弘選手がそういった役割の選手としては有名ですが、ロースター枠が狭く、かつマイナーとの入れ替えも NPB ほど自由ではない MLB において、やはりゴアのような選手は珍しい。最近はベンチもいろんなポジションを守る選手が重視され、ベンチを含めた野手全員うまく使ってシーズンを乗り切ろうとするチームが多いので、やはり最低限打てないことにはなかなか MLB に残るのが普通は難しいのですが、この時期だけはロースターが拡大するため、そういったスピードに特化したような選手に対する需要があり、ゴアに関しては毎年どこかしらのコンテンダーのチームから声がかかっている印象がありますね。今年はメッツのトリプル A でプレーしている時からダイソー出場を何回か果たすなど、調整はバッチリなようで、昇格してすぐに9月1日のドジャース戦8回にダイソーで途中出場すると、早速盗塁も決めていました。ゴアについては他の選手とはあまりに異なるキャリアを歩んできていますので、今回はその中からいくつか、これは他の選手にはないんじゃないかなという点をご紹介してみたいなと思います。はい、まず1つ目、ダイソー4位で MLB 昇格ですね。ゴアは2011年ドラフト20巡目指名をロイヤルズから受けてプロ入りを果たしていますが、マイナー時代からスピード面の評価は高かった一方、2013年はシングル A で打率2割1分5厘に終わるなど、早くもプロの壁にぶち当たります。まあ68盗塁していた点はすごいんですけどね。翌2014年もハイ A で打率2割1分8厘と、バッティングは全く通用していなかったと言ってもいいレベルだったんですが、ただこの当時のロイヤルズはスピードを前面に押し出した野球で勢いをつけていまして、ゴアの圧倒的なスピードなら特に試合終盤、ダイソーとしてゲームを動かせる存在になり得ると考え、チームは9月に彼をメジャー昇格。昇格後ほとんどダイソーでの出場でしたが、9回のダイソー起用で5回の盗塁を失敗することなく決め、プレイオフのロースターにも名を連ねました。アスレチックスとのワイルドカードゲームやエンゼルスとのディビジョンシリーズでも盗塁を決めるなど存在感を発揮。結果的にロイヤルズが世界一となる2015年のプレイオフでもワールドシリーズでのプレーは叶いませんでしたが、この年もプレイオフでロースター入りを果たしています。最初からダイソー要員としてメジャーのキャリアをスタートさせているのがまず変わってますよね。ゴアがダイソーで生計を立てられた理由の一つに、盗塁成功率の高さがあるのかなと思っています。ゴアはマイナーで通算324盗塁決めていますが、失敗はたったの38回、盗塁成功率は 89.5% と、これだけ盗塁している割にはなかなか高い水準となっています。盗塁の損益分岐点は一般的に 70% 前後とされていますが、ゴアくらいの確率で成功するなら挑戦させる価値はあるのかなと、MLB でも通算成功率が 82% と高く、50回以上盗塁を試みた選手の中では MLB 史上47位の成績となります。2019年ベースボールサマントで計測したゴアのスプリントスピードはティム・ロカストロ、トレイ・ターナー、バイロン・バクストに次ぐ MLB 4位と爆発的なスピードを持ちながら、単純に盗塁走塁のうまさも兼ね揃えていた点が彼の一風変わったキャリアを可能としたんじゃないかと思います。ゴアのハイライトを YouTube で検索したらたくさん出てきますが、ぜひ見てみてください。信じられないくらい速いです。ダイソー4位で MLB に上がってきたものの、バッティングに関してはシングル A でつまずいているような状態でしたので、ゴアはなかなか打席に立つ機会に恵まれませんでした。2014年から2017年までロイヤルズで計49試合に出場するも、わずか14打席にしか立てずノーヒット。MLB 初ヒットはカブスに移籍した5年目のシーズンの2018年9月8日のこと。大差でビハインドの展開となったところで、大投手マックス・シャーザーから記録した1本でした。
随分時間のかかった初ヒットとなったわけですが、初ヒットの前に通算23個も盗塁を稼いでいるというのは何とも不思議な感じで、なんなら2015年のロイヤルズ時代に世界一を経験したため、長らく通算のヒット数よりもチャンピオンリングの数の方が多かったというのも彼のような選手ならではのエピソード。デビューから出場53試合でヒットを記録しなかったのは野手の中では MLB 史上10番目に長い記録のようですね。初ヒットがとにかく遅かったゴアですが、現状通算のヒット数よりも盗塁数の方が多いんですよね。まあ当たり前かもしれませんが、2021年までで通算40盗塁に対して通算15安打、今年早速盗塁を決めましたので通算41盗塁ですね。まあこればかりは先ほども触れた通り、試合に出る前に打席に立つ機会が少ないので、こればかりは仕方ない。2021年まで通算102試合に出場してダイソー62回ですからね。どんだけダイソーで出ているんだという感じですが、ただ彼がメジャーでのキャリアで唯一ダイソー以外の出場機会がそれなりにあった2019年は37試合58打席に立って打率2割7分5厘と意外にも好成績を残していますので、もしかしたらもう少し打席に立つチャンスさえあれば通算の盗塁数が安打数を上回っている状態は変わる可能性があるのかもしれません。ゴアがコンテンダーに必要とされる話はすでに冒頭でしましたが、実はゴアはすでに3回も世界一となった年のチームでプレーしているため、チャンピオンリングも3つ持っています。2015年のロイヤルズ、2020年のドジャース、そして昨年のブレイブスと、昨年のブレイブス時代なんかはプレーオフからのロースター登録とシーズン終盤コンテンダーに呼ばれる存在だからこその記録と思っていますが、リング1個持っている選手でも多くはないのに3つですからね。しかも2020年のドジャース、2021年のブレイブスとしれっと連覇しているのもまたすごい。ダイソーで9回内で地位を確立させたからこそ成し遂げられたものと思いますが、ただ世界一となったワールドシリーズにはゴア出場することが叶っていません。今年のメッツは戦力的にはワールドチャンピオンも狙えるようなチームだと思いますが、果たして今年はどうなるでしょうか。という感じで見てきましたが、まあなかなか現代の MLB ではあまり目にしないようなものばかりでしたよね。特に今の MLB では打者はハードヒットを重視し、長打を打つことがある種の正義ともなっている中で、ゴアのように身長が170センチしかないスピードワンツールの選手が足のスペシャリストとしてしぶとく MLB で生き残っているのは、これは異業ですよ。メッツは現状地区優勝争いにおいてブレイブスの激しい追い上げに見舞われていますが、一試合一試合が大事な試合となる中で、ゴアが緊迫した試合終盤、今年はどんなインパクトを残すか、ゴアがダイソー起用された際には注目してみてはいかがでしょうか。またメッツで3年連続ワールドシリーズ制覇となるかという点も気になりますね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。